両軍の指揮官、ミードとリー・ブリスト方面作戦は、1863年10月と11月に、南北戦争東部戦線のバージニア州で戦われた一連の戦闘である。北軍ポトマック軍の指揮官、ジョージ・ミード少将は、南軍ドバート・イーリー将軍の北バージニア軍を破ろうとして、不成功に終わった。ポトマック軍が遂行したすべての方面作戦の中で、 この作戦は最も目立たないものである。7月のゲティスバーグの戦い後、リーはポトマック側を越えてバージニア州に撤退し、オレンジ軍のラピダン側の背後に軍を集結させた。ミードはリー軍を攻撃的に追撃せず打ち破ることができなかったために多くの者から批判された。これを正すためにバージニアでの新しい攻撃作戦を考えた。9月初旬、リーは ジェームズ・ロングストリート軍団の日古師団をジョージア州の南軍を補強するために派遣した。ミードはロングストリートがいなくなってリー軍の戦力が弱まったことを知り、この機会を捉えようとした。8月にはラッパ・ハノック側まで進軍し、9月13日、強い部隊を押し出してラピダン側に沿うリー軍に対決させ、カルペパー・コートハウスの戦いに続いて、 カルペッパーを占領した。ミードはその勢力的優位さを利用して、その年の春のチャンセラーズビルの戦いで、ジョセフ・フッカー少将が立てた作戦に類似する、広く回り込む作戦を立てた。しかし、9月24日、北軍は西部戦線の近間ウガの戦いでの敗北のために、第11軍団と第12軍団をテネシー州チャタヌーガに派遣しなければならなくなり、 南軍と同様に戦力が減った。リーは北軍の軍団が減ったことを知り、10月初めに残された2個軍団でシーダーさんを回り込む攻撃的な動きを始め、ミード軍の右翼に回ろうとした。ミードはまだ勢力的に勝っていたにもかかわらず、そのポトマック軍にオレンジアレクサンドリア鉄道の路線まで交代することを命じた。 ブリスト方面作戦では次の戦闘が行われた。J.E.B. スチュアート少将はいつものごとく市長隊を捕まえるための襲撃を行い、ウォーレントンの近くで北軍第三軍団の後衛に迷い込んだ。リチャード・イーウェル中将の軍団がスチュアート隊の救援に送られたが、スチュアートは第三軍団が気づかずに立ち去るまで樹木の多い峡谷にその騎馬兵を隠し、支援は 不要になった。北軍がマナサスの鉄道欠節点まで退いたので、ミードはこの地域であった、以前の戦闘で、ジョン・ポープやジョセフ・フッカーが陥った性質の包囲されることを避けるために、西側の側面を注意深く守った。ガバヌは、ウォーレン少将の第二軍団に所属する複数の、旅団が、スチュアートの騎兵隊とハリー・ヘイズ殉将士団の不評隊とオーバーンの近くで、 後演戦を行った。スチュアートの騎兵隊は大胆にウォーレンの不評隊を翻弄し惨劇は避けられた。第二軍団はオレンジアレクサンドリア鉄道のカトレット駅まで押し出した。AP ヒル中将軍団はブリストー駅で撤退する北軍の二個軍団と遭遇し適当な偵察もないままに攻撃をかけた。北軍第二軍団の兵士はオレンジ アレクサンドリア鉄道の森土の背後に陣取り、ハリー・ヘイズ殉承師団の2個旅団を潰し、砲兵1個大隊を捕獲した。ヒルは戦線を補強したが、決死の防御を行っている北軍病に対してほとんど前進できなかった。ミードはこの勝利の後で妨害もなくセンタービルまでの撤退を続けた。リー軍のブリストーでの攻勢は早すぎる中断になってしまった。ミードは 防御を固め、リー軍は物資が突きかけていた。マナサスとセンタービルでの小競り合いの後で、南軍はオレンジアンド・アレクサンドリア鉄道を破壊しながら、ゆるりとラッパハノック側まで退いた。ミードは総司令官のヘンリー・ハレックからリー軍を追撃するよう圧力をかけられていたが、軍の背後にある鉄道路線を敷き直すためにおよそ1ヶ月を要した。 ブリストー駅での敗北と頓挫したセンタービルでの興軍の後でスチュアートの騎兵隊はマナサスの鉄道結節点近辺からリー軍が撤退するのを遮兵した。北軍ジャドソン・キルパトリック准将の騎兵隊がウォーレントンターンパイクに沿ってスチュアートの騎兵隊を追撃したがチェストナットヒル近くで待ち伏せに遭い撃退された。北軍の騎兵はチリジリになって5マイルも追いかけられ、 この時のことは後にバックランドレーシズと呼ばれるようになった。リー軍はラッパハノック川背後の元の場所に戻ったが、北岸に要塞化された共闘法を残し、ケリーの浅瀬への接近から守っていた。11月7日、ミードは2カ所でラッパハノック川を押し渡ろうとした。ジョン・セジウィック少将の第6軍団による夕暮れの九州で南軍ラッパハノック駅の京都府を圧倒し、 ジュバル・アーリー少将の師団からニコ旅団を捕虜にした。ケリーの浅瀬での戦闘は厳しいものではなかったが、南軍は撤退し、北軍は力で許可することを許した。リー軍はカルペパー周辺の陶器宿営地に行こうとしていたが、その代わりにラピダン川の南オレンジ軍に撤退した。ポトマック軍はブランディ駅やカルペパー軍の近辺を占領した。 リーとその主観たちは成功できなかったことで嫌気が差した。ブリス島方面作戦の5つの戦いの結果、両軍合わせて3910名の損失が出たが、これには南軍が捕虜にされた1600名が入っている。この方面作戦の後、11月遅くにマインランの戦いがあり、やはり決着がつかなかった。ありがとうございます。